Hey, Snake Man's here on a Wednesday. Here's the personality all of you been waiting for, man. You know, he's got a lot of sex upstairs, but he's got a lot of intelligence too, man. You're gonna dig him. Here you are, Tuck! こんばんは、タックです。ゲイの皆さん、元気でやってますか？まず最初にお知らせ。あのウェンズデーニュースができました。第3号。やっとできたのね。例の忘れた頃にやってくるウェンズデーニュースなんだけど、本当に遅れてごめんなさい。まあ、今回のはね、自信作というか、まあ一人でも多くの人に読んでもらいたいと思ってますので、よろしく。で、欲しい人はね、今日のおしまいに詳しく言いますから、それを聞いてください。ところで、東郷健さんって知ってるでしょ？ほら、あのバッチリメイクアップして参議院選挙に立候補したりして、その都度マスコミに興味本位に取り上げられてる人。あの人の政見放送って見たことある？すごいのよね。僕なんかね、見てるとだんだんこう辛くなってきちゃうんだけど。それにあの選挙候補ってあるでしょ、あれに載ってる東郷健さんの立候補の理由なんての読んでると、もう最後のところじゃ入れて入れて東郷健に入れてぐっと奥まで入れてなんて書いてあるじゃない。一体この人何考えてんだろうなって思っちゃうのよね。でもそうかと思うとね、コモの人は金持ちだろうと貧乏だろうと差別される側に立って物事を考えてほしいなんて、まあ割とそうよね、本当にそうよなんて納得できちゃうことも言ったりしてる人なのね。まあこういう納得できる部分と入れて入れてぐっと東郷健に入れてなんていう部分は、あの人の内側で、まあ、どんな風になってるんだろうなんて、まあいつも気になってた人なのね。で、実はね、その気になってたその東郷さんに一度だけね会ったことがあるの。ニューヨークのグリニッチビレッジにあるラ・マンマっていう小さなレストランシアターでね、今度東郷健さんが日本の芸の芝居をやることになってるんだけど、そのニューヨークに持っていく芝居の稽古を見せてもらったことがあるの。あの前にね、週刊誌にこの芝居に関して東郷さんがねインタビュー受けてるってのを読んだことがあるんだけど、東郷さんはこの芝居は日本の芸の受難誌にするつもりだとか、とにかく日本の芸の代表として頑張ってくるみたいなこと言ってたから、また入れて入れての感覚でニューヨークまで行っちゃうのかしらなんて半分心配しつつも興味があったのね。ただね、偶然僕の友達が東郷健さんのお嬢さんと同級生という妙な巡り合わせでその稽古を見せてもらえるようになったわけ。まあ聞くところによると、今年の参議院選挙も東郷健さんは立候補するっていうし、よし、ちょっとどういうつもりか聞いてみようじゃないのなんて意気込んでドキドキしながら行ってみたの。まあさて、その稽古場に行ってみたんだけどね、その稽古場ってのが畳敷きの小さな公民館っていったところなのね。で、入った途端に包まれるのがすごい雰囲気なの。出演者はね、6、7人で、まあ、みんな浴衣がけでブツブツ言いながら台本読んだり練習してるわけ。そのうちの4人っていうのが女装バーで働いてる人たちなので、そのスタイルはっていうと、頭だけ女の人なのね。で、首から下は男のまんまなの。要するに綺麗にお化粧して髪も綺麗にセットしてるんだけど、あとはごっつい男の体に浴衣着てるっていう感じで負けそうなのよ。で、この4人の中にはね、もちろん東郷健さんも入ってて、で、あの選挙候補なんかでもおなじみの目の上に2センチぐらいのあのアイラインが入ってる顔でニコニコしてるのね。で、こっちがまあちょっとおどおどして、今日は見学に来ました、よろしくお願いしますなんて言うと、ねえ、あんたもやらん、一緒にニューヨーク行こうななんて相変わらずニコニコしながら言うのよね。で、つくづく東郷さんの顔を見てみると、これが小燕雄にそっくりなのね。小燕雄げっそり痩せたら東郷健って感じよ。で、僕が見せてもらったのはニューヨークに持ってく前にね、一度東京でご披露のために公演することになってるんだけど、その東京公演の10日前だったのね。で、その東京公演の10日前というのになぜか脚本が半分しか出来上がってなくて、まあ半分だけでもやりまひょかなんて始まったので、頭だけ女の人たちが中心となって太い声でお芝居するんだけど、まあはっきり言って学芸会みたいなのね。で、当の東郷さんときたらその中でもひときわ学芸会でね、だけどね、割にもう割というか一番危機としながら踊ったり芝居をしたりするのね。だからやっぱり見てる方がまただんだん辛くなってきちゃって、ほら見てるこっちもほらそういう気持ちを笑ってごまかしてるでしょ。だからだんだん顔なんか突っ張ってきちゃってね。ね、本来さ、ほら女装してる人って普
通だったらドレスや着物バッチリ着て綺麗なものをほら着込んじゃって、それでまあお店なんかだから照明とかお酒の力を借りて、まあトータルな意味でこう非日常的な雰囲気にこういるから、まあ、割と決まってるじゃない。だから手見ても綺麗だななんて思うんだけども、この時ばかりはね、もう高校と明るい蛍光灯の下という日常的な明るさの下で、日常的な浴衣掛けの男の体の上になぜか非日常的な頭が乗ってるって状況じゃない。もうカフカも真っ青よ。そのうちにずっずつがって感じでね、まあ芝居そのものなんだけど、これはね芝居というよりはレビューっていう作りなので、まあ半分しかできてない脚本を見せてもらったり、目の前で繰り広げられる悪夢に似たお稽古をね頭の中で一度まあ再合成してみたところをね、話はまあこういうのなの。あの江戸時代のね東北地方に惚れ合った二人の男の子がいるんだけど、二人とも百姓の子なのね。で大飢饉の時にもう食料がなくなっちゃったんで、片方がね人買いに買われてってしまうのね。でまあ時は流れて偶然二人が巡り合う。まあ売られていった片方は悲しい影間の身の上、あの男に身の上身を売る影間ね、影間の身の上でせっかく巡り合えたのにこの世じゃ結ばれないからって二人で愛し合ったと心中すると、こういうストーリーが展開されるんだけど、その間にももう元禄花見踊りがある、八木節ロックがあったり、また若い男が肌もあらわに侵されるシーンがあったりで、まあ日本調での大サービスっていったところでね、呆れたのはさ、アメリカに持ってくんだからっていう意識からなんだろうけど、最後の心中シーンなんてね、一方の男がもう一方を殺してからまた切腹するのよ。それもそこだけたっぷり見せますとばかりに延々と切腹シーンが続くの。いくらね非日常的な発想の持ち主の方の創作にしろ、百姓の子が切腹していいと思う？あれ武士のお作法でしょ。もうこの辺りになったらごまかし笑いもできなくなるほどね、もう暗淡たる気持ちになっちゃって、芸の問題についてちょっと突っ込んで話しようなんていう、もう初めの意気込みなんかもうどっか行っちゃって、稽古が終わったらもう早々に逃げるようにして帰ってきちゃって、まあ今思うと誠にだらしないことだったんだけど、しかしまたこれで日本腹切り男も芸者っていうイメージが堅固にアメリカに生き残ることでありましょうね。We could make funny faces.
タックが選んだ曲は日系の2世3世を中心に作られたグループ広島っていうのがあるのね。その広島のルームフルオブミラーズでした。ちょっと東郷さんにはもったいなかったかしら。初めにも言ったけれどもウェンズデーニュースの第3号がやっとできたのね。まあできるだけ多くの人に読んでもらいたいと思ってるんだけど、この欲しい人は返信用の封筒に切手を貼って自分の住所氏名を書いて TBS スネークマンショーのタック宛に送ってください。折り返しウェンズデーニュースの第3号をお送りします。本当にお待たせしました。それじゃあまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。 Yeah, Tuck, whatever you say is right. Snake man, get you. Okay, thanks a lot. Thank you for getting to the point. I'll be coming back tomorrow with more of the goodies. So check me out then, alright? Bye bye. この番組はこの番組はゴローの提供でお送りしました。